のいわゆるこう東西ドイツが崩壊したっていうのは、ね、年によって知らない話なんですけど、まあ、そういったところの壁に書いてある落書きでこのたくさんの小さな運命が出てくるんですよ。つまり誰が書いたかわからないけどベルリンの壁にそういうのが書いてあって、つまりそこから言えるのはあの、まあ、なんかねあのその力がある人ですよ、まあ、ちょっと前の橋本さんとかね、別に安倍さんとかラグビーにする別に好きじゃない、そういう力の人がトップなのでボーンってやることはあると思うんですけど、でもとにかく無数のいろんなことをやっていることは実は意味があるんじゃないかなとか、もしくはそういった人を応援することが僕たちの活動じゃないかなと。で結構僕この言葉自体あの嫌いじゃないです。ただ、1月にこれを使ってちょっとなんかまあまあいろいろやってることの説明はこれにはなるんだけど、そもそもこれ何やってるの説明はまだなってないなっていうのがあって、ここからあまり面白くないミーティング的な話なんですけど、ちょっと僕の妄想で今回こんなことを言い出しました。いろいろ小さなことをやったりとか応援してるのが分かってるけど、何のためにやってるんですかっていう、ちょっとさっきの質問に近いことを思っていて、なんかずっと僕が考えたので、今これ妄想ですよ。あのメンバーの人には一応うちのミッションの形ではもうちょっといい言葉を使おうと思うんです。最近の僕の妄想ってこんなことです。また怪しいこと言い出しましたね。適当で文化的な生活を再創するためじゃないかなって、書いてますけど、要はなんかその表現するってことは、例えば音楽を始めるとか演技を始めるとか何を始めるにしても、なんかみんな三日だかで考えるじゃないですか。音楽行くんであれば上手くなるのダメだとか、プロデビューするのって本当つまらないなと思っていて、なんか、健康的な文化的生活っていうちょっと言葉は好きじゃないんですけど、憲法25条ですね、皆さんご存知の通り、皆さん生活保護といっても当然この権利があるので、別にあの最低限この中で生きていける生活が健康で文化的じゃないわけです。だってに、なんかこれからあの僕のちょっとまあ、ちょっと面白くない話かもしれないけど、これからお金にはどんどんこれに貧しくなっていくんだけど、実は結構そのいろんな人たちがなんか健康っていうのはムキムキ感の話じゃないですよ、ダイエットの話じゃなくて、精神的な健康さであったりとか、文化的な生活を送ることっていうのは本当に大事になってくるんじゃないかなと思うんですよ。それは、1億円持ってる人がなんかアート作品買ったらいいのかって話じゃなくて、別にお金なくてもすっげえ健康な空間ができるんじゃないかってヒントを与えたいなと思っていて、でそれをどうするのって時に、再創造ってことが僕の中のブームなんですね。でなんでブームかっていうと、再創造ってことはこれはあの、レクリエーションって言葉なんですよ。レクリエーションっていうのはつまり遊ぶことです。まあ、いわゆるあの一般的にレクリエーションっていうとなんか、バーベキュー行こうぜとか合宿行こうぜとかキャンプ行こうぜとか釣り行こうぜって話になるんだけど、それって語訳なんですね。あの基本的には下のリクレーションっていう、再創造って言葉が入っていて、どういうことか、ラテン語アートの話と近いんですけど、つまり、人間が誰から言われたわけでもなく、自発的にあの、創造的に活動するっていうのはリクレーションのそもそも語源なんです。でこれが最初に入ってきたときに、最初は再創造するって日本の明治ぐらいに入ってきて言われたんだけど、わかんないよね再創造っていう話があって、いつの間にかその、大量生産大量消費に上がったときに、リクレーションイコール合体してリクレーションなので、娯楽とかレジャーでもさ、僕の大事なの娯楽とかレジャーでもさ、これこそなんですよっていう話があって、ちょっとまあシンガポールの教授を喋ったときに、なんで日本人はなんかリクレーションを、娯楽とか呼んだら再創造じゃないかというときに、あそっかと、俺別になんかアーツ中ないので、なんか0から1を生み出すみたいな天才ではないんだけど、なんかさっきのこの話も分かりやすいと思うんですけど、例えばアプリを使って何か面白いことをするとか、こんななんか誰かが言い出したことを使って楽しいことをするってことを結構やってるよなと思った時に、なんかそういうことをすることに意味があるんじゃないかって最近の僕のマイブームなんですね。なので、なんでいろいろなことをやってるかというと、まあ、こういった、たくさんの人ってこれは意味があるんじゃないかってことをやるために、いろんなことをやってるんじゃないかなと思っているわけですよ。まあ、ペンで言ってますからだんだん繋がりますよ一応。でそういう、単純に遊んでるだけなんだけど、遊ぶっていうのがリクレーションって言ってることを言ってくださいって話です。でじゃあどこ目指しているのって話なんですけど、今こんなことを言ってます。また変なこと言い出しましたね、小さな循環可能な生活を作るって話があって、多分あの、うちのミュージアムのこいつなんか言ってるのかもしれないですけど、生態系っていう言葉も結構こんな風に取るじゃないですか。いわゆるこうなんかエコな話ですよね。なんかあの地球を守ろうとか、本当はそうじゃないわけですよ。赤字の方が大事で、赤字っていうか、IT とか経済関係だと分かるんだけど、つまり、ここですよ、まあ、いろんな人が、まあ、有機と結びつくことによって共存共有仕組みってことを言ってます。エコっていうとどうしてもそのエコロジーに行っちゃうんだ、そこじゃないんですね。あの、これ何を言ってるかというと後で合体させますけど、要は、それぞれがなんか自分ですごい楽しいことをね、つまり別になんか難しいことしなくてもやりながら、それが、ピンで終わるんじゃなくて、それぞれでこう助け合いをすることによってできるんじゃないかっていう生態系というのを僕らが目指しているというのが、僕の中での一つの答えだと思います。まあ、ちょっと合体すると、
平安なので、多分今見たあのうちの身内はまたアホなこと言い出したなとかって、ちょっとごめんなさい、正式には、9月の 9.5 周年でもうちょっとちゃんとしたコピーライティングするんですけど、今思ってることは、真ん中のさ、昔言ったと思うんですよね、あのあれ1月に言ったと思うんですけど、とにかくいろんな細かいことをやって、もしくは細かいことをやってる人にスポットライト浴びていくってことをやるっていうのが、1月に言ったんだけど、じゃあ7日に見た時に、そういったことをすることで、上から行くと、うちの団体っていうのは、本当にみんなが持ってる権利なんだけど、改めて言われると実はやれてない人多いと思うんですよ。つまりあの、ね、会社から帰ってなんか意識高い系のとこ行って勉強になりましたって、全然僕は想像的じゃないと思っていて、なんかそういう、健康な文化的な生活っていうのは割とできなくなりつつあるし、これから生きていくのに必要じゃないかなっていう危機意識のもとで、そういったことをやるために、じゃあ大きなことをやるんじゃなくて、ただそのためにはこのこういうちっちゃいことをやっていくんじゃないかなと思って、で結果どうなればいいかっていうと、そういう人たちが集まることによって、社会全体を変えたらいいのかなというふうに思っているわけですよ。こうあんまりまとまったんですけど、あとでまた整理します。で具体的には随時映画ですよね、これパワーポイントの図形というのがあったので、あのちょっとわかるかなと思ったんだけど、今まではとにかくいろいろやってるのでって言った時に、いろいろやってるというか、ここ僕にとってはこれなんですよ。つまりなんでいろいろやってるかっていうと、何でそれに引っかかるかわからないじゃないですか。その創造的いった時に、なんか IT っていう人もいれば、現代アートだっていうのに、いやサブカルやっていう人がいた時に、あのうちはどこも特化しないで全部やろうっていうのが欲張ってるんですよ、っていうのがうちのこの下の話で、だってそこに引っかかってくる人いるかもしれませんね。なんか表現に全く興味ないじゃないけど、いや現代アートわかんないけど漫画めっちゃ好きですわって話が言ったりとか、もしくは現代アートとにかく好きですよ、もしくは現代アートの漫画には興味ないけど社会系は興味ある人、全部今やろうとしているのが511とか8とかクリペパクなどがあったらあるわけですよ。で、普通の人っていうのはさっき言ったみたいにバンドをやってると、俺たちとにかくトップ行こうぜって話になりがちなんだけど、うちがやってるのはこっちじゃなくてこっちなんですね。なのでここで何かとにかく補助線が増えていくので、いろいろやってるというのが本当にここの話なんですね。なのでなんとか僕の中でなんかここだけを言ってると本当にこうこれする何やっとんのって話なんだけど、なんでやってるかっていうと、ここを目指すのはある意味では非常に分かりやすいんだけど、何で表現に興味を持つかわからないので、だから今やってる2016の話もいっぱいあるけど、とにかく増えていくのは間違いなくて、ただそれを僕らだけでやっていくと、ここの話もあれば、もしくはそういうことができる人を支えていこうだとか、バックリタワーで育てていくとかあるけど、逆に、同じような性だけあるわけですよ。現代アートとにかく好きでっていうギャラリストの集まりとか、ね、もしくはあの、大学の教授の集まりっていう団体でも別に僕ら敵対する気はないから、そういった人と出会うことによって、例えば、ハッチなんか分かりやすいよね。なんかハッチの人、ハッチをやってる人は別にアートとか何も興味ないんですけど、まあ、飲食関係の人だったら、じゃあ一緒に共同してハッチやりましょうってのハッチはここですよね。あの要は飲食、ハチミツと、じゃあうちらフリーペーパーで合体しようってなったら、まあ、こういったプロジェクトが増えていくってイメージなのかなと思っているわけなんですよ。なので最終的にはまあここだけで、逆に今ブル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 、なんか現代アート興味持ってたけど、ちょっと伝統芸能興味持ってみようかなとか、現代アート興味あるけど、いやいや、まあ、ちょっとあの漫画も興味あるよねっていう形で、なんかでお互いにはぐるぐる回る仕組みができたらいいのかなと思っています。で、この話ってなんかあの、なんか多分人によってはこっちなんか言ってるみたいな話だけど、僕の感覚では、僕はビジネスマンではあるんですけど、割と今風な形で特に特別なことを言ってないと思うんですね。なので、Facebook ってさ、これを目指しているんですよ。Facebook って皆さんされてると思うんだけど、Facebook はまさに同じことを言っていて、Facebook は生態系を目指しているって言ってるのは、Facebook の中だけで人生を循環できるって言ってるんだけど、まあ、Facebook に行くと大きな話になりますけど、割とあの真面目に、あの大きくは知りませんけど、ちっちゃな循環系という形で、なんか、できたらいいのかなと目指しているところかなと思います。なので、2016年にやってることは、あれだけなんだけど、あれだけってかあれだけなんだけど、多分めちゃくちゃこれから増えていくので、すみません、今日ミーティングやってる本当の趣旨は、なんか興味あったらちょっと言ってねってバンバン振るのでっていうのがあって、今日の、まあ、1個目なんです。